勉強勉強ってことで、これね、うん、じいちゃんの、なんか、日記を見たったの。ああ、そうだったんだ。うん。あら、足だけが見えて。驚かしちゃったね。ありがとう。あんた、そこから来たの？そうだよ。ばあちゃん、全然気づいてなかったね。気づかんかった。夢中で勉強しちゃったから。ああ、失礼しました。いいえ。いつの日記それ？何年前？これね。うん。17年？2017年？うん。2017年じゃないな、平成17年かもね。平成ですよね。うん。3年日記だね、それね。3年間だ。うん、うん、3年間の。うん。ほら。同じ日の日記が3つあるから何かなと思ったら3年分だ。うん。じいちゃん、几帳面だね。うん、几帳面だったよ。毎日毎日こんなに日記つけて。ばあちゃんのこととか書いてる？ばあちゃんのこともかよく書いてるからね。うん。ちょっとお父さんがどんなことを思ってたかなと思ったりね。うん。ばあちゃんが草餅を作ったって書いてある。じいちゃん、ばあちゃんとウォーキングした時のことよく書いてあるね。うん。長寿会があるのでね、歩くのをやめたち。朝歩きしよったからね。うん。夕方が来たち書いてある。ええー。タラソに行ったって書いてるね。うん。じいちゃんとばあちゃんがまだ二人でタラソに行ってた時のだ。うん、うん。よく書かれてるよ。